皆さんこんばんは。隠れ美濃屋倉敷店の店長をしております河合と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は隠れ美濃屋といえば願いを叶えるオーダーメイドパワーストーンブレスレットと言っていただけるほど魅力的で人気のあるアイテムをシリーズでお話をさせていただきます。私自身毎回いらっしゃってくださる方のパワーストーンブレスレットの作成を通してパワーストーンの力を感じることがあります。ただのアクセサリーではないパワーストーンの魅力的な世界をご案内したいと思います。パワーストーンとはというものを引いてみますと、ダイヤモンドやルビー、サファイアなど一般的に宝石として珍重されているものから、水晶やターコイズ、アメジストなどの半奇跡と呼ばれるものに至るまで、地球上にはたくさんの鉱物が存在しています。これらの鉱物は私たち人間が生まれるはるか昔から大自然によって長い年月をかけて作り上げられており、地球のパワーを宿していると信じられてきたことから、近年ではパワーストーンと呼ばれるようになったと書いてあります。地球のパワーの波動に共鳴して、その石の産出する場所や石の成り立ちによって波動が異なるようです。そこで今回のテーマは波動です。まずパワーストーンって願いが叶うの？本当に叶うの？と思っていらっしゃる方もあるかと思います。宇宙万物はそれぞれの固有のエネルギー波動を持って互いに交流しています。目に見えるすべての物質は分子、原子、微粒子、素粒子からなっています。私自身もパワーストーンもエネルギー波動を持っているので交流ができますし、交流しています。パワーストーンの効き目をですが、科学的に実証はまだされていないそうです。パワーストーンの波動を測定していらっしゃる方もあって、特定の事柄に対してそれぞれの石が持つ波動があるということは検証されています。隠れ美濃屋のパワーストーンブレスレットは、お作りになる方の願いや希望をお聞きして、願いを叶えるためにどんなエネルギーを補充したらいいのか。また、どんなエネルギーを持つパワーストーンが助けになるのか、隠れ美濃屋のヒーラーがご提案しています。その石が合っているかは、隠れ美濃屋で行っている方法でいたします。だいたい3、4種類ぐらいの石を選んで、相乗効果を期待して組み合わせていきます。ちなみに、この石を選ぶ過程が瞑想だなと感じることがあります。自分自身と向き合っていく、とても良い時間になります。ご本人の意識ではこの石が良いのではと選んでも判定法では NG だったり、数が合わなくて変えていくと別の意味の石が必要になったりもします。石を通してご自身の内面と対話していく感じがあります。なんとなく感じていたことや思いもよらなかった自分自身のことなど気づきの連続です。では、今回は願いが叶っていかれるように、石選びをするときに注目していることからご案内いたします。まずは、基本的に皆さんの今のエネルギー状態をオーラコムという機械を使ってチェックします。特別な機械の上に両手を置いて、手から出る生体エネルギーを色やグラフに置き換えて表示されます。体、心、脳のバランス、自律神経のバランス、交感神経や副交感神経のバランスを見ていきます。今の活動エネルギーの割合というのも見たり、あとは今意識している心の状態というものを色やグラフで、はい、見ていきます。これらを統括して、そして願いや叶えたいことなどをお聞きして、どんなエネルギーが必要なのかということを探っていきます。その時必要な石の持つ得意な波動を見つけていきます。人によって違うと思いますが、私の場合は、
お話をお聞きしていると、自然と石のイメージが脳裏に浮かぶことが多くて、大体それで石の傾向が分かっていきます。ただこれはまか不思議なことではなくて、石の簡単な意味や効能を覚えているので、あれかなこれかなとリーディングをしながら、お相手の方の状態をチェックして選んでいきます。こうして組み合わせていくのですが、丁寧に一つ一つ調べていきますので、よく愛着が湧いたと好評いただいています。お話だけだとなかなかわかりにくいので、こちらをご覧いただくと、こちらの場合はオーラで出てきた色ですけれども、全体に青から紫色のオーラになっています。オーラの右側の方を見ていただきますと、真ん中の棒グラフ、交感神経と副交感神経の自律神経のバランスが出てきますが、赤が交感神経、青が副交感神経で、副交感神経が優位になっています。活動的か非活動的かという表現をするなら、非活動的な状態です。こちらは現代人に割と多いタイプのもので、行動するよりも考えることが多くて、行動力が伴わないタイプの方に出やすいオーラです。また、この棒グラフの下を見ていただきますと、黄色い線グラフが見えると思います。黄色い線グラフ、今回の場合は上になりますけれども、数値が800とか200というところに点々点という点線が見えます。この800と200の真ん中、だいたい400とか500ぐらいのところに黄色い線があるとバランスが取れていると言われるんですが、こちらのオーラの方の場合は下の線よりもさらに下になっているので、とても活動エネルギーが低い状態、エネルギー不足ということが見られます。こんな時は情熱や活力を助ける赤いパワーストーンなどを持たれると、助けになることが多いです。また考えが多くて気が上がっているというふうにも見受けられるので、グラウンディングを強めるための黒いパワーストーンもおすすめです。逆にですね、こちらのような赤いオーラ、自律神経のところでは交感神経の赤が優位になっている。こんな場合はどうするのという質問をいただくことがありますが、ざっくりですけれども、リラックスや冷却をするイメージで、青とか白い系統のパワーストーンを考えられます。これは順を追ってご紹介していきますので、一例として今回は青や白の系統のパワーストーンとだけお伝えして、次回以降詳しくまたご紹介していきたいと思います。今回は副交感神経が優位になっている方へ、情熱や活力を助けるパワーストーン、赤いパワーストーンをご紹介していきます。一つ目はカーネリアン。創造性、活力、チャレンジ精神という石の意味があります。邪気から身を守り、勇気や力強さを与えてくれます。問題を解決するエネルギーを活性化して、想像力を刺激して目標や望みを達成できるように導きます。友情を深めて愛のエネルギーを育みます。骨髄に作用して血液細胞の酸性を促すので、貧血の方にもおすすめの石です。今日はもう一つご紹介いたします。こちらはガーネットです。石の意味としては精神力、忍耐力、勇気。最も古くから愛されてきたパワーストーン。パワフルなエネルギーで、溜まった邪気を清め、心身にポジティブな力を与え、エネルギーの循環を促します。愛と慈しみの心を育てるので、恋愛成就にも適しています。忍耐力を養い、コツコツとした努力を成功へと導きます。血液循環を良くし、体力、持久力を強化します。いかがでしょうか。敏感な方は、この石の写真や意味を聞いているだけでも、力が湧いてくるのではないでしょうか。実際にこれらの石を使って作成させていただいた方は、やりたいことはあるのに気が
気力が湧かなくて困っているとおっしゃっていたのに、この赤いパワーストーンを使ってブレスを作らせていただいた後、どんどん変化されていきました。それまでの経験を生かして、起業したいという夢を持っていらっしゃいましたけれども、その夢のために行動を起こし続けていかれています。その他、いろんなエピソードがあって、石の意味を読んでいくと、特にこの赤いパワーストーンの場合は、最後のところに、血液に関する話が出てくると思います。石の意味をこう、一つずつですね、お伝えするんですけれども、この赤いパワーストーンの時は、生理の状態であったりとか、体調とか、冷え性などをお伺いすると、抱えていらっしゃる体調の問題がピシャリと当てはまってきます。お体の問題を最初は知らないんですけれども、この石を選んでご説明していく中で、その方が、抱えていらっしゃった体の問題が分かって、結果的に石がそれを教えてくれるということも多いです。では、今からパワーストーンの、パワーストーン瞑想というものをしてみたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。